フィリピン人男性の本気とはフィリピン人の男性はおちゃらけイメージが強いので本気がどんなものかイメージしづらい。そこでこの記事ではフィリピン人男性の愛情表現や恋愛観について知りたいあなたに向けてフィリピン人男性が好む女性なども含めて紹介していこう。普段は楽天的に見えることが多いフィリピン人男性。女性からするとフィリピン人男性はとても魅力的で男らしいと虜になる日本人女性も多い。 フィリピン人男性は好きな女性に対して愛情表現をしっかりと伝え行動することが多い。日本人男性に比べてはっきりとした態度は日本人女性の憧れとして人気が高い。彫りが深くはっきりとした顔立ちで情熱的な人が好きだという女性にとって嬉しいのがフィリピン人男性の特徴。フィリピン人男性の愛情表現の特徴として本気の女性に対してしつこいくらいの愛情の伝え方をすることが多い。 特に本気の女性に対しては、いつでも連絡していたい、片時も離れていたくない人がほとんどである。ちなみに情熱的なのは態度だけではなく、セックスに関しても言える。性欲が強い女性にとって、フェリピン人男性はぴったりと言えるだろう。日本人男性は奥手であることが多く、好きな相手に対して積極的になれず、情熱的な言葉を言うのは恥ずかしいというタイプがほとんど。 その点、フィリピン人男性は、彼女へ好意を寄せている相手に対して、愛情証言は抜かりなく伝え、言葉でも表すことが多い。わかりやすい人が好きな女性にとっては、相性のいい存在だと言えるのではないだろうか。さて、日本人女性に人気のフィリピン人男性だが、当のフィリピン人男性の好みはどのようなものだろうか。フィリピン人男性を落としたい人は参考にしていただけるとありがたい。 フィリピン人男性に人気なのは、肌が白い女性ということだ。フィリピンは肌の黒い女性が多いため、肌が白い女性が魅力的に感じるのかもしれない。清潔感があるというのも大事なポイントである。そしてフィリピンは、背の低い人が多いのも関係しているのか、背が高くて大人っぽい、セクシーな女性が人気だ。フィリピン人と付き合う男性の中には、相手の女性から浮気されていると嘆く人も多いが、それはフィリピン人男性にも言えることである。 愛情があり余っているため浮気をする人も多い。人にもよるがフィリピン人男性、女性の中には嘘をついて浮気をする人もいるため見極めが必要だ。フィリピン人男性の恋愛観は性格から見て自分の愛情を受け止めてくれる人だと言えるだろう。との恋愛にも言えることだが、どちらもベタベタするようなカップルを破局することが多い。 しかし、女性側がクールでなかなか落ちないなら、フィリピン人男性も落とそうとアプローチをかけるため、多少焦らすようなクール感が必要になってくるとも言える。なが、あまり離れすぎても、フィリピン人の男性から脈はなさそうと思われる可能性があるため、程よい距離感が重要だ。フィリピン人男性の喜ぶプレゼントで心をつかむというのも一つの手だとも言える。フィリピン人男性に何を送ればいいのか悩むかもしれないが、基本的にはプレゼントは気持ちが大事だ。 恋人っぽくアクセサリーをお揃いにしてみるのもよし、日常的に使えるマグカップや箸などをプレゼントしても喜ばれるだろう。外国人アプローチ。男の愛情表現で本気の場合に多いアプローチが積極的なアプローチ。フィリピン人の男性はアプローチがすごいことでも有名である。例えば好きな女性に対して自分で作詞した歌詞をギターに乗せて歌ったり、自分の思いの丈を詩にするなどロマンチックである。 性格も明るく、誰に対しても人懐っこいので、サプライズ好きの日本人女性なら、喜ばれるアプローチ方法だと言えるだろう。しかし、普通に恋愛して結婚したい、ロマンティックさを求めていないなら、逆効果になるアプローチ方法になるとも言えそうだ。やはり外国人というのは、好きな女性に対しては情熱的なアプローチをする積極性のある人が多いと言える。番外編として、 スペイン男性、アメリカ男性のアプローチ方法を紹介しよう。外国人を本気にさせるコツを知りたいなら参考になる部分もあるのではないだろうか。スペイン男性は恋に落ちたらまっすぐアプローチをする。好きな人に対して情熱的かつロマンチックで積極的なアプローチをすることが多い。興味を持てば何にでも一生懸命になることが多いというのも特徴だ。スペイン男性の落とし方は焦らしながらのアプローチがおすすめ。 どちらかといえば、スペイン人男性が積極的に来るため、女性は控えめかつ、じらしながらアプローチをすることで、スペイン人男性から魅力的に見えることだろう。アメリカ男性はしつこく積極的なアプローチはしない。好きな相手に対して、じわじわと自然にアプローチをしてくることが多い。よく目が合う、連絡が来るなら、自分のことが好き、と思っていいだろう。控えめで自然にアプローチをしてくるアメリカ男性の落とし方のコツとしては、じらすなどのテクニックを使わないこと。 自分もある程度好意があるというのをアピールしておき、少しずつ距離を縮めていくのがおすすめの方法だ。フィリピン人男性だけではなく、スペイン人男性やアメリカ人男性についても紹介してきた。それぞれの国によって本気の人に対するアプローチ方法が微妙に異なると言っていいだろう。日本でも消極的なことが多く、あまりロマンチックな場面を望む方が少ない。 しかし、外国人は国民からアプローチが積極的だったり、サプライズが好きだったり、日本人男性と比べて全く違う恋愛感である。これは自分の考えだが、情熱的だったりロマンチックな国民性の国ほど、浮気をしたり、他に気が向くように感じる。海外の人と付き合いたいけど、どう恋愛に発展させるかがわからないなら、海外の人と出会うことが多い場所で行動をしていくと良さそうだ。マニラにいる友達、シェルナ。 自分と同じ元神経質の珍しいフィリピン人男性。